アンネリーゼ・ロー・サンバーガー、1969、アンネリーゼ・ローテンベルガーは、ドイツ、マンハイム生まれのオペラ歌手、リリックソプラノ、エリカ・ミュラーに学び、1943年に、コブレンツで、初舞台を踏んだ。1947年、ギュンター・レナートが、ハンブルク州立歌劇場に招いた。 彼女がそこで今日でも有名なレナート製作によるアルバンベルクのルルを歌うことになる20年前のことである。彼女はミュンヘンオペラフェスティバルでもクリストフ・フォンド・ホナーにの式で同じ役を歌っている。1954年にはザルツブルク音楽祭にデビューし、3年後にはロルフリーバーマンのシューレ・デア・フラウンに出演した。1954年からは彼女は ウィーン国立歌劇場のゲスト歌手となった。ニューヨークの聴衆が彼女の素晴らしいソップラノを聞くことができたのは1960年バラの騎士においてである。彼女の歌唱はロッテ・レーマンをして世界で最高のゾフィーと言わしめた。ヘルベルト・フォンカラヤンは映画にも撮影されたバラの騎士のザルツブルク音楽祭公演にエリーザベト・シュバルツコップ、聖ナ・ユリナッチと共に 彼女を起用した。ローテンベルガーははじめは軽快で、序情的な高い聖域に恵まれていたが、1960年代中頃には、より強く劇的な役柄に変わっていった。それには、高級からの誘拐のコンスタンツェ、コジュファン・トゥッテのフィオルギリージ、アラベラの図ン家、ボセックのマリー、カルメルハ修道女の対話の修道女コンスタンスなどが、含まれ、また舞台では、 ラトラビアータのビオレッタも演じた。そしてヘンゼ、ブリテン、ヒンデミット、カールオルフ、プフィッツナーあるいはメノッティなどの多くの現代オペラにも出演した。彼女はまた歌曲の熱心な歌い手でもあった。1960年代から1970年代にかけてはエレクトローラで膨大な数のオペレッタ全曲録音に主演。そのほとんどは現在もなお、 CD として愛され続けている。ローテンベルガーは1970年代にはテレビの人気者になっていた。舞台から引退したのは1983年のことである。1999年、45年連れ添った夫が亡くなるとローテンベルガーはスイスのコンスタンツ・コハンに落ち着いた。2003年に彼女はその生涯の業績によりエコー賞を受賞した。 1973年にメロディ、我が人生というタイトルの自助伝を表している。ローテンベルガーのオペラに関する業績は、数多くの全曲版録音やハイライト版で残されている。それは、マテキ、ドンジョバンニイドメネオ、アラベラ、コウモリ、オルフェオトエウリディーチェ、ヘンゼルとグレーテル、メリーウィドウ、ラボエーム、ラトラビアータ、そしてマルタなどであり。 フィガロの結婚も含まれる。舞台や録音で彼女と共演した歌手は、リーザ・デラ・カーザ、ディートリヒ・フィッシャー・ディースカウ、フリッツ・ブンダー・リッヒ、イルム・ガルト・ゼ・フリート、ニコライ・ゲッタ、ペーター・シュライヤー、バルター・ベリー、ルドルフ・ショックなど数えきれない。ありがとうございます。